宝屋足寺は、群馬県大良郡千代田町にある大漠州の寺院である。三号は、真福山。徳川綱吉が城主であった立林城下に存在した幻の大寺院、一万徳山交際寺の盆昇が有名である。海山の大説その午禅寺は十四歳で仏門に、入り、比叡山、東福寺、天竜寺等に学び、1343年に元に、 渡り寺屋元長禅寺について修行し、中法明本禅寺の法位を賜り帰国した。1306年の早々で、後に演習大使を回帰として、宝林寺を改装。日本大雪派を築くに至った。1667年長恩禅寺は、中法明本禅寺の禅風を慕って、進む三氏、中高となり、立林最小綱吉公の帰を受け、 直伝閣新古寺、大きむ信のぶ古事を中高会期として、大幕の州の修風を振って、同族教家に努め、北関東最初の道場とした。1690年道儀はことごとく春高を遂げたが、1866年に至るまでに、再三の河南に遭い、道儀等は消失。京都七条仏書26代仏師安助すけ方言、富の光事とも学流書祖高林の造物や重物、 党は消失せずに今日に伝えられている。一万徳山正名並引き立て林、最小高ため男子会一万徳山、交際前寺延長温海地蔵安全立造作、第一代の十字、黒田信濃の森安武小次発母大震延期に、河野郎も、陳、山門初橋倉、攻撃、高音、老通ーー広し有名並み及び、 山川人義鬼をもむき駅儀残音とみなつその難、しかも頂上行き時小依頼ぼう堺幕府検証を受け、万曲世その代理なりゆぜら受け決命三層期その、スタメ勝ちこと及び演出しかも書飛大地ため路地、趣味作短海デミオ、高音高圏壁落世劇構成無期演劇、空体富脱行劇塗り超小国楽園、ケツ馬波改進その特予天配栄珍飛山と一万、石、 しかも、蝶材割れ、切山下古と流法百億再玉用及び禁止、少々無給大事財官分十年、皇術期春吉丹人在聖伝第三十三世、大幕、木安小等三層金所中高、宇田川東志郎、藤原次重。ありがとうございます。